はいこんにちはさてちからのマウスゲーミングマウスです実物はこれですこれ2個目ですちょっとこれなんか調子悪いのでどっちが調子悪いのかバッテリーのせいなのかまだバッテリー交換してないんですけれどあのとりあえず買っちゃいました今から開墾しますこれ面白いんですはいまずは まあ、きちんとこうなってるのでカッターで切入れますまあどこで切っていいんだかよくわからんけどとりあえず入れますトリセツですね前回トリセツちょっとここ分かりづらいよっていうところを私書いたので開ける方法をこうやった方がいいよとかあ改良されてる 実はですねこれがカッチンなんですがうんクチョンって揺れるような形になってますねまあいいや開梱します箱で使い方ですよねこれすごいいいところっていうのは ビデオモードスイッチとか 250Hz、500Hz とかあったり、えーまあ、右クリック、左クリック真ん中のクリックもあればスクロールができたりいろんなことができます、まあ、ゲ,ームゲーミングマウスなのでで取説がここに書いてありますあちゃんとここですねこう開けてくださいと最初はこうなってたんですだからなかなかわからなかったのでここ私があのこう開けるというふうにしていただくと あの開け方がわかりやすいのでというふうに提案しました。修正されてます。ありがとうございましたテッチさん。で、まあこうなってますね。はい。バッテリーもついてます。これ単三バッテリーが2本です。若干重たくなります。もう一つはバッテリー以外に、これは無線のマウスなんですけど、ワイレスなんですけど。 えー Bluetooth、ではありません残念なことにここに上下が書いてないんですね。だからどっちが上なのかっていうのが分からないんですよ。これね、あでも、うん、そうなのよ。これを見るしかないんですよね、上下どっちかというのが。こっちに例えば、さてちとか書いてあれば、こっちがこう入るんだなとか、上だとか,分かる、分かりやすいので、まあ、これがね、 前回もあの伝えたんですけど、なかなかそこまでできなかったのかなと。まあいいや。で、バッテリー、炭酸2本。よいしょ。開けます。意外とね、意外とバッテリーって大変なのよね。で、このシュリンクが指にくっつくという。はい。新品のです。はい。 ちゃんとてバッテリーをここに収めるんですけれど実はですね、このドングルちょっと小さいねこれがここに収まるように入りますあの外したときでこれでオンオフができますその他に これが 250Hz、500Hz、あとビデオモードという3モードがあります、ここでもう一つすごいのは、ここで DPI カウントが変更できます。カチャ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 とやって、あのー、センサー感度を速くできます、ここですごい便利ですさらに、今これをパチンとして、 ましたが違うところというのはまあないねほとんどありません見比べてどっちもないですねうん取説だけと印刷がちょっと太くなったという形ですこれが新しいのこっちがふ、えー、と前のやつ 1>, 1年以上前評価でいただいたやつですね。これ私今買ってます、こっち側。まあ、ロゴがちょっと変わったぐらいかなというぐらいで微妙なところで FCCID が取れてあって、まあ、こんなもんですね。これ実はすごいところは、私なぜこれ使うかって言ったら、Mac でも Windows でも Chromebook でも使えるんですよ。だからすごく便利で、 あの持ち歩いてるんですよ。でどこでも反応するのですごいあのいいんでただ若干重たいっていう風にありますけれどあまり気にはならないです。通常私マウスはえっ、ー、とよいしょこの子使ってますロジクールのこれいいことは左右にカチャカチャできるんですね。これはねそんなことしなくてもいいんですけれどあの Google Chromebook Chrome とかで使ってるときがすごい楽なので、重宝してます。えっ、ー、と、これ2900円だったかなサティシさんのところのサイトで。えっ、ー、と、Amazon.com で。以上です。